はい、今日は5月の17日、夜8時半になりましたね。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日日曜日、本当に人の出が多くなりましたね。市内に車も本当に多かったですね。皆さんこの1ヶ月半ぐらいですかね、本当皆さんね、辛抱に辛抱を重ねてね、そして家にね、閉じこもっていた。しかし39都道府県のうちの解除されたということでね、だん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 気分的にも大丈夫だろうね、というね、このような気持ちがね、家に閉じこもっていたものがちょっとずつね、タガが外れていってるんじゃないかなと思いますね。このままね、何もないことをね、みんな国民が願っているはずなんですね。しかしね、あの専門家という人たちはね、国の有識者、専門ね、知識ある人たちのね、言っていることと、地方の専門家、各都道府県のね、専門家の見る目とね、立場が違うというのはあるけども、ね、ほとんどの地方の人が、今、解除したら、必ず、ね、大変なことになる、予感がする、その方が大きい、と言って発表しておりますね。そして大阪府の吉村市長ね、単独でね、大阪指針を打ち出してね、やってみる。おそらく月曜日ぐらいにはほとんどね、解除されたというね、おそらくテレビなどで報道されてもね、規制をかけるところと解放するところとあってもね、市民はね、自分たちで判断して動こうってしますから、ちゃんと決まったところであってもね、さあ3密ね、集まって近づいて密談するようなとこダメだというね、そういうことを言っても、これからほとんどね、食堂でもそうですね、ほとんどお店に人が入っていますね。そしてこのね、一番ね、難儀なのは、周りに、自分たちの周りにね、本当の周りにその感染者がおっても、みんながマスクをしているからね、わからないっていうのが一番ですね。今までですと、例えばインフルエンザとなったらね、マスクをしている人を見たわね、そして咳をされている人を見たらね、ああ風邪だなと、このようにね、ほとんどの人が感じていたのに、しかし最近ね、この何年かはね、若い人たちもね、マスクをつけてね、行動する。冬になるとね、ほとんどがマスクをつけている人多くなっていたのは確かなんですね。しかしこれから夏になっていくとね、私のように毎日車に乗ってね、そしてマスクをしているだけでね、暑いなあね、息苦しいなあ思いますけども、これが学校でね、
みんなマスクをつけて行って、そして学校に行った時にね、みんなおしゃべりや走り回ってね、普通のような行動がね、できるのかな。ね、そういうところから学校の先生のね、心配事っていうのはね、本当にまずはね、このコロナありきで、それからスタートする学校の教、ね、勉強の教室でね、生徒たちとする会話っていうのはね、大変じゃないかなと思いますね。そして今日もね、私今日スイカね、こうなんでね、スイカの苗ね、ちょっと買ってきたんですよ。ね、そしてね、私がね、仕事で、何でも屋の仕事でね、昔ね、仕事に行ったところでね、東大阪のね、映画の方なんですけど、走っていたらね、表にね、玄関ですね、門のあるお家でね、立派なお家なんですよ。そこにね、アングルの棚、よくありますね。スチールで組んでいる棚ですね。あれが横倒しになってね、高さ2メーターぐらいの門が横倒しにしてね、門のところへ倒してあったんですよ。ね。そしてね、昔といって10年ぐらい前ですかね、お家のね、片付けに行ったことがありますんでね、チャイム鳴らしたんですよ。昨日ね、雨降ってたんですけども、そのアングルのね、スチールの棚がね、玄関の門のね、前にね、横倒しにされて置いてあったのでね、ああ、これ処分されるんだなと思ってね、そしてね、チャイムを押したんですよ。そしたら、すぐにね、奥の方から声がしてね、奥さんが出てこられたんですよね。そして、あ、久しぶりですねってね、言われたんで、あ、これ、このスチールの棚、処分されるんですかって言ったら、そうですね。ね、19日って言われましたかね。19日に取りに来てもらうように、ね、連絡してるんですけども、もしよかったら持って行ってもらっても結構ですよと言われたんですね。そして私はね、ちょうどね、いつもたまに話しておりますように、金魚鉢ね、金魚をね、今いっぱいね、買っているんですよ。ね、その金魚もね、このちっちゃい本当のあの金魚すくいね、祭りに行ってやった時のね、金魚すくいとかね、そういうのを今年のね、6匹あの恵比寿さんでね、今は言ったようにこの金魚すくいなんかはね、夏の風物詩ね、お祭りの時の夏でね、やっていたのが金魚すくいだったのに、今は冬の恵比寿さんのね、縁日でも金魚すくいやっていますね。そこでね、デメキンのちっちゃいね、デメキン、本当にあの金魚すくいの特にちっちゃい方をね、好んで私はすくってね、そして6匹持って帰ったんですね。で、そのちっちゃいのをね、育てて、だんだん大きくしてね、そのデメキンでもね、ものすごく大きくなるんですね。それは、あの、金魚屋さんで売ってるね、普通のお店、港南のそのペットショップ、金魚屋さんのところで売っとるね、餌とはちょっと違うんですね。郡山の金魚屋さんの金魚をね、飼育して、卸とね、そして皆が買いに来るところのね、とこに、月に1回墓参りに行きますから、家内とね、行った時に、その金魚屋さんに必ず月に1回寄るようにしてるんですね。そして、そこで買ってくるんですよ、餌ね。そうした場合に、金魚屋さんのね、本当にその養殖ですから、ね、金魚の大きなとこですよ。ね、さまざまなね、いろんな金魚がね、1匹ね、例えば50円、100円、ね、高いのでしたらね、私が揃えてね、育ててきたね、このデメキンのね、真っ黒いね、もので、そうですね、12、3センチのもんでね、だいたいね、1万7千円から2万円って書いてあるんですね。というのは私が育てたデメキンはね、そうですね、もう15、6センチになっていますね。このちっちゃいとこから金魚すくいでね、
救ってきたもんですよ。そして普通のね、あのいっぱい何の変哲もない真っ赤っかのね、あのメダカの大きくなったようなあの船のちっちゃいね、こうですね、金魚でも色だけついているね、何の変哲もないただ魚だったようなね、あれでもね、ものすごく大きくなるんですね。要するに船みたいになるんですね。そしてね、色がね抜ける魚がいるんですね。最初ちっちゃい時にはね、赤いね金魚だったのに、それがだん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 大きくなってね、今真っ白になっている魚がに育っているわけなんですね。そしてそのようにしてね、育てていたらね、大体ね面白いんですよね、だん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 。しかしね、やっぱり大きくなるのは3年ぐらいかかりますね。そしてね、昨日そのねスチュールをもらってきて、そしてその時に奥さんが言われるのには、裏の庭をね、子供たちが来て片付けてくれてね、植木鉢がいるけどもね、便利屋さんいりませんかと言われたんですよ。ね、そしたら見せていただきますかと言ってね、で裏へ回ったんです。そしたらね、大きなお家の庭ですからね、そういうこのね、大きな一抱えあるような植木鉢のね、すり鉢型のね、植木鉢とかね、いっぱいあったんです。今日ね、10個ぐらいそれをね、もらいに行ってきたんですよ。ね、この植木鉢でもね、本当にいろいろなもありますね。そしてその形の A のね、柄物のなったやつとかね、もういらないとおっしゃるんでね、いっぱいありました。30個ぐらいね、もっとあったかな。その中でもね、使えそうな本当に立派なね、その植木鉢をね、今日持って帰ってね、そしたら近所の人がね、いつもね、お花とかね、鉢植えのね、プランターでやってはる人を呼んだらね、そしたら、あの、いただけますかというのはいいですよ、とね、3つ4つね、やって持って帰られてね、喜んで持って帰られたら、そうしたところへ私がね、今日スイカの苗ね、この前ね、2本買ってきたんですけどもね、このスイカってね、すぐ虫がね、ついて、どうもね、ナメクジがね、食べるみたいなんですね、夜。ね、ですから言われましたね。その人がね、今ね、不要量、あのね、不要の土、不要土ですね、あれを持っているから、これを一度ね、今の花壇の土と混ぜてね、そこに油かすを混ぜてね、一回植えたらどうですか言われてね、植木鉢の代わりにね、不要土を持ってこられていただいたんです。それを混ぜてね、そして4株ね、植えた。その人をね、よくね、そういうことをね、育てておられたんでね、言われたのが、スイカね、植えたらだんだんだんね、枝がね、芽がだんと広がっていくと。それをね、一本にね、他のとこをね、他に伸びないように切っていくらしいんですね。そして一本だけを伸ばしてくるとね、そうした場合にね、そこに栄養がみんな行きますからね、四方八方に伸ばしたらね、なかなかね、全部が全部ね、うまいこといくじゃないらしいですね。やっぱりね、4本植えましたから、おそらくその中でね、毎日見るんですけどもね、水やりするんですけども、どうも夜ね、そういう害虫が来てね、スイカはね、その苗の時から甘いらしいからね、よくね、虫が来て食べるって言われるんだよね。そういうのね、ちょうど聞いて、今日夕方ね、それを整地したんですけどもね、自分がね、田舎で育った時にね、本当に田舎でね、自分の家の前が庭でね、そして井戸があってね、お風呂があっての露天風呂ですよ。ね、露天風呂といっても、ちょっとしたね、屋根のところ露天風呂で、そして前にね、本当に畑なんですよ。ね、そこにおじいちゃんが、そのスイカ、ね、ウリ、こういうのをね、植えてくれていたんですね。だからそのスイカをどのようにしてね、植えてあるのは見ても、田舎でね、そしてそれを取るね、
要するに夏になったらね、もうあちらこちらにね、このくらいのねスイカ転がっていましたからね。そしてね、私がね、親父にね、一度だけ思いっきりね、ぶん殴られたことがあるんですね。何をして殴られたか。ね。これはね、絶対にやったらいけないことをやったんですね。何をしたか。ね。スイカ泥棒したんですよ。ね。それも、自分からやったんではないんですね。皆さん、この都会でも、ね、夏休みに登校日っていうのがありますね。10日に1回、ね、1日、ね、7月の21日から夏休みになって、ね、そして7月の末に登校日、ね、そして8月の10日ぐらい、お盆前にまた登校日っていうのがありますね。こういう時にね、7月の末にね、村のね、小学生、中学生、ね、で登校日ありますね。そうした時に、中学生ではね、もう自転車で行ったりしますから、ね、我々小学生は歩いてね、上の私がね、確か4年だったと思うんですね。そしたら5年、6年生のね、先輩がおりますね、近所の。ね、それとね、学校に行くと言ってね、みんな10人ぐらいで、ね、近所のもの、ね、小学生ですよ、10人ぐらいで学校へ行っていたんですよ。ね、ところが、6年のね、大将が、小山の大将がね、おい、もう今日学校行かんと、ね、山の方へ遊びに行こうかとなったんですよね、途中で。ね、それ10人ぐらいですよ。小学校6年から小学校1年まで。ね、近所の村ですから、ね、みんな一緒に行きますからね。そうした場合に、途中まで、ね、1キロぐらいまで行って、ね、よその村、ね、隣村からまたずっと山の方へ登って、上に行ったらね、壮大な畑があるんですよ。ね、その山の方へ行って、その畑の道をね、歩いて逆に帰ってきますから、そういう時にね、昼ぐらいになって、当然腹空いてきますわね。そうした時に、6年生のね、上級生ですね。それが、おい、スイカ取って食おうや、とこうなったんですね。そうした場合に、ね、おい、お前と、お前が取ってこいと言われて、二人でね、取りに行ったんですよ。もう一人のね、同級生の。そして、ね、よそのスイカですよ。取って、それをね、よその畑、もうそう、スイカ、もうゴロゴロしてますから、ね、皆さんみんなお家がね、スイカとか、ね、芋とか植えてはるからね、その夏になったらほとんどのお家がね、スイカ植えてましたから、スイカとか売りをね、そうスイカを取ってきて、ね、そして道端で、ね、割るのに、どうして割ったかと言ったらね、石がありますね。その石の上にバーンとね、上級生が投げてね、それバチッと割れますね。それをみんなで二つのね、スイカをね、みんなでバラバラに割ってね、確かに、三つか四つ取ったと思うんですね。十人ぐらいでしたから。ね。それで食べたんですよ。ね。そして、絶対言うたらあかんぞ。ね。言うて、当然、上級生に言われますわね。絶対言うたらあかんぞ。ね。みんな黙っとこうなっていうね、口約束だったんですよね。そんなことが、もし、ね、親にバレたら当然、目玉をくらいますから、みんな言うたらあかんぞというね、上級生が言ったんですけども、ね、3日ほどしたら、それが、どっからか漏れて、親父の耳に
入ったんですね。そしたら夕方に親父がね、田んぼ行ってて帰ってきてね、そして私がね、土間の横へね、座っていたら黙ってね、来て、そしてね、思いっきりね、どづかれたんですよ。一発ですよ。その土間のとこバーンとね、飛ばされたんですよ。ぐらいどづかれたんですよ。ね。一瞬おふくろは何事が起こったかと思ったらしいんですね。そらそうですわね。親父が帰ってくるなり、ね。私のところへ来て、思いっきりどづかれたんですね。飛ばされたんですよ。ね。一言言われた。何と言われたか。それほどスイカが食いたかったら、前にいっぱいあるからお前飯食わんとスイカを食うとけって言われたんですわ。ね。確か小学校4年ぐらいの時です。ね。その時、あ、誰かが喋ったんや。ね。思いましたね。そらそうですね。小学1年から6年生まで10人ぐらいで、ね。俗に言う山学校いうやつですね。あの夏休みっていうのは朝ね、8時ぐらいに学校、8時半に学校行ったらもう昼ぐらいには家に帰ってくるわけなんですね、みんな。そうでしょ？ね、登校日といって学校にいるのはだいたい1時間か1時間半ぐらいで、ね、それが終わったらもう昼には家に帰りますね。ですからその小学校6年生がね、学校に行かずに率先してね、一緒に連れて行って途中の村からずっと山の方へ登って行って、昼にね、昼12時半ぐらいに家に帰るように、つまりね、田舎でいう山学校いうやつですね、学校に行かずに山学校サボって山の方へみんなで行って、畑からスイカをね、よそのスイカを取って、腹減ったなって言うから取ってこい言われたからね。そして上からね、言われたら命令ですからね、二人で行って取ってきて、それを上級生が石にバーンと落としてね、割って、みんなでうまいなうまいなと、そのうまさとね、3日後に親父の雷落ちた後にも先にもね、親父にどづかれたというのはね、本当にそれが一回きりでしたね。それでね、よく肝に銘じたのがね、悪いことであってもね、いかなることがあってもね、絶対に判断できて上に命令されてもね、悪いことをしたらね、泥棒なんかをしたら絶対あかんっていうのをね、その時に私はね、肝に銘じたんですね。ですからね、未だに貧乏はしておりますけども、武士は食わねど妻へ高ようじってよく言いますね。ね、そしてね、一つね、この前知り合いのところに行った時にね、道村さんね、このうちに昔からかかっているね、額があるんですよ。ね、これ何と読むのか、読む人知りませんかって言ったのでね、そしたらいいですよと言ってね、私が写真を撮ってね、昨日ね帰ってきてね、そうしたところ、うちの家内ものね、お得意さんで習字の先生がおられるんですよね、近所に。その人に連絡をしていたら、今日おりますと言われたんでね、ちょっと行って呼んでもらったんですよ。ね。
これなんですね。この字なんですね。なんて読むんかな、なんて書いてあるんかな。ね、ここのね、ひいおばあちゃんが書かれた字だとね、教えられていると言ってね、言われたんですね。これをね、読んでもらったらね、なんとね、この仏、下から学ぶ仏ね、要するにね、いかなるね、偉い人に良きことを教えてもらってもね、自分で学ばなければね、何の役にも立たないという意味らしいんですね。要するにね、人にね、さまざまなことを教えてもらってもね、自分でそれを学ぶ気持ちがなかったらね、何の役にも立たないと書いてあるらしいんですね。昔の人はね、そうだったんでしょうね。これ女の人が書かれたってね、ひいおばあちゃんと言ってましたからね、明治時代以前ですね、おばあちゃんのおばあちゃんですからね。ということは江戸時代の人がね、江戸時代中、明治初期ですね、この人が書かれたね、字らしいんですね。そして今日読んでもらったらね、その意味をね、教えてもらったら、そういうことらしいんですね。ね、立派な人にね、いかなる良いことを教えていただいても、それを本人が学ぶ気持ちがなく勉強しなければ何の役にも立たないね、いうことが書いてあるらしいね。要するに学ぶことね、不肖これ善なりって書いてあるね。要するに自分で学ば、教えてもらっても自分で学ぶ気がなければね、自分で学ばなければこれ不ですね、不肖これ善なり、学ぶことが、自分で勉強することが善であるっていうことが書いてあるってね、教えていただいたんですね。本当にね、この漢文ね、ええことが書いてあるんですね。この年73になってね、私も初めてね、そしてこれを伝えてやったんですよね。ああ、それでね、うちのひいおばあちゃんはどうもね、鍛冶屋さんね、刀屋かな、そうね、昔のね、鍛冶屋さんのね、奥さんだったらしいんですね。そういうね、ところに掛け軸がね、あったもんをね、それ写真撮って、ほんで今日ね、見てもらったんですよ。そしたらそのようにしてね、教えてもらったんですよ。本当にね、ああ、肝に銘じるためにね、家訓としてね、その家にね、かけてあったんだな。ね、大変喜んでおられました。ね、そこにも、ね、お孫さんおられますから、ね、孫にね、それをちゃんと、ね、高校生の孫はおるから、ね、ちゃんとそれを教えとくって言うてはりましたけどね。私もね、73にしてね、この漢文でね、そのようなことがね、書いてあるっていうね、意味がね、よくわかりました。ね、本当にね、いくつになっても勉強ですね。物事は人生勉強。本当に一日一日が勉強でありますが、今大変なことです。ね、今我々が、国民がやることは、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守ることに努めて、自分たちが身を守る、ように して生活しようではありませんか。そしてまた明日活動してまいります。その報告、また明日させていただきます。こんばんは。ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。